全国のポケモントレーナーの諸君、元気しとるかの。わしの名前はオーキドじゃ。今回はウルトラサンムーンでミラクル交換やっていこうと思うぞ。ミラクル交換ピッピカチュー。本日の初手ポケモンはわしの大好きなアシマリちゃんじゃな。あ、アシマリキュンじゃったな。しっかりと流れを上げていってくれると信じてるぞ。わしの大好きな足まり行ってくるんじゃぞ。韓国の方よろしく頼むぞ。さあしっかりと足まり足まりを送りつけていく。ピッピカチュー。やっぱりミラクル交換ってこんな感じのゴミなんじゃろ。初手からイライラしてくるな。ま、大丈夫じゃぞ。ま、一発目なんてこんなもんじゃからな。ふざけるなよボケ。カータンさんよろしく頼むぞ。そういえば最近なんか TikTok でわしの偽物がいっぱいいるらしい。なんか TikTok でわしの動画を無断転載してるっぽいんじゃな。で Twitter の DM とかでなんかこちらは本物ですかってめっちゃ聞かれるんじゃよ。でわしね TikTok 死ぬほど嫌いなんだよな。あの最近よくあるさ、あの指挟まってて、でそれ抜こうとしたら、ゴム挟まって、で荷物の指抜こうとしたら、でこのまま挟むとしたら、その挟んでる指取ろうとしたら、俺は次のこの指挟んで、これ無限ループやんみたいな広告とか、あのなんか Everybody can get it the thing 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 TikTok っていうやつ、なんか踊ってるやつとか、ああいうのめっちゃ嫌いだから、マジで TikTok 死ぬほど嫌いなんだよわし。ゆるゆるじゃねえよお前。あれを面白いって思ってるなんか陽キャ学生とかの脳みその知能指数を知りたいわ。あんなの全然面白くないじゃん。え、あれ見て、え、面白いんだけどとか言ってんの。低レベルすぎるんだよな。じゃあ自分のこの実況、ゲーム実況は笑いのレベルが高いのかって言われると、そんなことはないです。すいませんでした。ピッピカチュー、ミルタンキングじゃな。ただこれだけ言わせてくれ、マジで TikTok つまんねえわ。なバインとかもそうだったんだけど、そういうなんか踊ってみたの超劣化版みたいなやつ、ああいうのがマジで不愉快すぎてしょうがないんじゃな。お前なんかそんなクソみてえな踊りで人気者気取ってんじゃねえぞ暴言があってな。ちょっと思ってしまうんじゃなわし。なめんなよこのネットのお前、なめんなっつってんだろ。キャノメ送ってくんなよ暴言がな。ほんとなめてんのかインターネットお前、ふざけるなよ。平田社長よろしく頼むぞ。まあでも逆に言うと TikTok のノリを好きになれない時点でわしは陽キャのセンスがないってことじゃな。陽キャのバカどもはあの程度の動画でウヒヒヒ面白いウィーキッキーのキッヒヒヒってなるけど、わしとかみたいなあの根っからの陰キャはああいう風にただウェイしてるだけの動画を面白いと思えないみたいじゃな。中さんよろしく頼むぞ。まあ、TikTok ちょっとディスりすぎたな。なんか全国の TikTok ファンの皆様、わしの発言で不愉快に思われたようでしたら、謝罪いたします。大変嘘なんだこれ。だから謝罪してる時に送ってくんなっつってんのお前。なんか謝罪するといいポケモン来るとかあんの、そういうジンクスが。お前ふざけんなよ。ジャッジ4V エムリット、強さを見てみるか。
本園地方から時間と空間を超えてはるばるやってきたようだ。だと判別しようがないな。なんか正規っぽいな。言うて正規っぽいんだよな。当たったか。ということでしっかりとキープさせてもらったんで、お次は米津玄師さんを、ね、交換に出していきたいと思うぞ。夢ならばどれほど良かったでしょう、未だにあなたのことを夢に見る。はい、さあ関野さんに米津玄師さんをしっかりと押し付けていく。ピッピカチュー、あしゃまあしゃあしゃま。そして原点回帰していくわけじゃな。足割りでもやっぱ可愛いの。レオンさんよろしく頼むぞ。さあしっかりとドナルドトランピングをレオンさんに送りつけていく。ピッピカチュー、城之内くんなんじゃの。でもね、ポケカだとね、このアゴジムシからのラインが意外と強いんだよな。ともきくんよろしく頼むぞ。さあしっかりとグライディングを押し付けていく。頼むぞ、ピッピカチュついに来やがったな、カイロスめ。カイロスめだ、マジで。もうふざけんなよ、レイエモンさん信者が。お前ふざけんな、ボケ。アメパ組むか。ソラマメさんよろしく頼むぞ。さあカイロス目をしっかりとそら豆さんに押し付けていく。ピッピカチュー、だふざけんなよお前。アメパ組むかってちょっと思った瞬間にこれだもんな。運命感じちゃったね、ときめいちゃった。アメパって難しいんだよな。そのペリッパー死なないようにうまく立ち回らないといけないから。ともひろくんよろしく頼むぞ。さあ雨を降らせるために存在を許されたペリッパーをしっかりと押し付けていく。ピッピカチュー、雨雨フレフレ母さんがみたいなポケモン送ってくんなお前。なあニョロミング、お前なあ。ハーニーさんかな、よろしく頼むぞ。さあしっかりと 4V ごときの EV をしっかりとしっかりと押し付けていく。ピッピカチュー。ああ、もうわかりましたよ。アメパ使えばいいんだろ、ボケが。お前ったく、もうふざけんな。ということで、まあ本日はこのねエムリットタソがまあ来たということで、まあいいでしょう。まあ最後のペリッパーにはやっぱりアメパを使えっていう、ちゃんとなあのメッセージが込められてたから、あんなね素晴らしいメッセージに対して大パン切断してしまったのはわしが子供じゃったな。うん、それに対してはやっぱりわしはしっしっかりと答えるためにな、アメパを使いたいと思います。ここで一句。切れるなよ頭を冷やせ雨降らし。みんなもポケモンゲットじゃぞ。ピッピカチュー。